Oh, hello everybody. Welcome back to an episode of Honkai Star Rail. The last part, we did more stuff around the dream world. Something went on with Boot Hill. We thought he was being manipulated and brainwashed, but apparently he pulled the wool over Primon's eyes, tricked him, and some stuff happened. Now we need to enter something. I guess we're going into Rappa's past for whatever reason. I really don't remember. I really don't know. The story isn't really hooking me as much as the previous. For a number of factors. But apparently we got the bug. We need to find a cure for the bug before something happens to us. So on and so forth. Let's do it. Let's figure out what we're doing. I'm ready to go. Ninjutsu clockwork! I'm all ready to go, miss. I'm not quite sure how many more parts there will be for this story. Ninja hero? それとも忍び僧侶が必要なのか。どれも違う。大会のように広い銀河忍界には星の数ほどの忍者がいるが、忍教は稀有な存在なのだ。今忍教の伝説絵巻が開かれる。両蘭忍教の過去物語を見るときは 全力で理性を保ってくれ。Cosmic Ninjutsu Inscriptions, Past Reverie. Alright. Part 1, Epiphany via Tribulation. Oh, God. 解放申請。権限が不足しています。パスワードを入力してください。ヒジュ君。 この程度、どうということはない。これはランハの声。過去のランハ。リン、ピョ、トウ、シャ。正しいパスワードを確認しました。生体遺伝子編集終了。扉を開きます。オサルヤの封印、この程度か。 たとえ蛇術によって感覚が遮断されていたとしても、ここで繰り広げられている悪事は手に取るようにわかる。実に憎らしく、嘆かわしい。私、記憶の中のランハになったの？ってことは、ここが忍びの都？想像と全然違う。これで試練は終わり。 Alright. I mean, obviously it looks different, you know? You're thinking like Eastern Japanese aesthetic. I think ninja or Chinese aesthetic. No, we're in something that looks like the, heard of space station. Alright. Expose the crimes committed by Osaru. Alright. Mr. Sir! マスター・クチャ、ヒジュを解いたぞ。まだ、認システム時間しか経っておらんではないか。マスター・クチャ、今の拙者は、ニントと言えるだろうか。もちろん。
陰道に入って間もない娘よ。お主の決意を認めよう。今日からお主は両蘭忍法を継ぐものじゃ。マスター、心より感謝する。見よ、この陰に覆われた町、罪にまみれた土地、やがて苦難と憎悪を育み、同時に悲しみまでも育み、すべての希望を飲み込み、渦巻く血類の大波。無常で無常、無類で無類、お猿忍者の聖者、邪術の産物、百姓は絶望、野放し邪水に苦しめられし世界、それらは天下の怒りに至り。お主が任教の意志を継ぎ、忍者の罪を清算してくれ。忍びの都の長き夜に終止符を打つのじゃ。お主の手で取り戻せ、百姓たちの平和な暮らしを。全力で修行に励み、いつかマスターの言う両蘭忍教になってみせよ。お主のその覚悟に感服するぞ。だが、お主には忍者と戦うために忍者としての名前が必要なのじゃ。名前？ AKA3 は名前だろうか。それはわしにもわからん。名前とは理想を乗せ、信念を刻み、運命を示すもの。お主だけの人号なのじゃ。だからこそ、お主自身で決めなければならない。では乱波で一心不乱に邪道を破り、正道を示す、このマスターの最初の教えを名前にしたい。よかろう。では、どうも、はじめまして、両蘭忍と AKA 乱波さん。これより忍者になるための修行を始める。ついてこられるか。無論、忍者に痛みはつきもの、絶対に逃げたりはしない。 I don't know where she got the name Rappa, because that seems like such a random name to choose from. Alright. Open the door! Smooth, the path of a ninja is never smooth. Well, they're not wrong about that. First trial, ninja body of Vajra?邪水か。だがこれは、お猿忍者さんを憎み、マスタークチャの門下に入った両蘭邪水だ。三郎、薬を飲むのだ。多量の忍びパワーが含まれているという闇の秘薬。服用すれば、とてつもない苦しみを味わうことになる。しかし、忍教になるには、これを毎日服用しなければならない。そうして体内に忍びパワーコスモを築き、心身を鍛えるのだ。Taking strange pills? That doesn't sound very ideal. 恐れるな。忍教たるもの、恐怖を抱いてはならない。I got to! Oh, fine.忍びの都のために。バスキン、マスルス、ボンズ、you feel every part of your body aching. この激痛は、ランハが実際に味わったものなんだよね。この苦行を3000日耐え抜けば、拙者も忍教のように屈強な体を手に入れられる。This doesn't seem like how you would become a ninja. This seems very unorthodox. Ninjas should have preternatural perception. Alright, extrasensory perception. 彼女は愛戴監修、同館の主であり、我ら両蘭宗の後ろ盾でもある。
彼女は鳴神大観で忍者の潜在能力を目覚めさせ、ライトン忍法で知恵を授け悟りを開かせる。それにより忍者の体は忍びセンスを有することができるのだ。サンゴ、出力を上げるぞ。耐えてみせろ。研究所の未来はお前にかかっているのだから。そうだ、忍びの都の未来は両蘭忍教によって切り開かれる。拙者は約束を果たさなければ。I'm assuming if I choose flee, it won't let me flee, so let's just accept our fate. 任教になるために。これはいくらなんでもひどすぎる。この苦行を3000日耐え抜けば、拙者も任教のように並々ならぬ神通力を行使できるようになる。 Again, this seems very unorthodox to become a ninja. You know, what happened to proper ninja training? Ninja should never have been unstoppable might. Alright. Karate! Karate! お猿屋の反演習だ。日々拙者と腕比べをして忍び空手の腕を磨いていた。サンゴ、ストレス軽減反応能力育成訓練レベル4、下級の戦闘モンキーとの戦闘。あの邪水たちに勝てたことはない。なぜなら拙者はまだ一階の忍徒に過ぎないからだ。だが両蘭忍教を目指していながら数匹の邪水すら倒せない。その程度のものがどうしてお猿忍者さんを倒せるというのだ。戦おう。夜明けにカラスが鳴き始めるまで戦おう。All right. 忍者を倒すため。また狩りを始めよう。He's approaching, though. It's just practice. You have to take them on true hunting attitude. Go! さあ、存分に味わえ。本質は同じ。いずれ風に吹き落とされる。楽しいですか？生きるために。銀河忍法帳には忍道は長い、故に苦難をスケートボードにして進むことと書かれている。この苦行を3000日耐え抜けば、拙者も忍教のように無敵の力を手に入れられる。 Alright, moving on. Hello, sir.これはマスター・クチャと相対監修。サンゴ、
を使う。これは実験の役に立つのか？よく聞こえる。拙者の忍びリッスンパワーは忍者のささやきまで聞こえるようになったのか。これはめでたい。ホモハビリス22、わしらは三号の精神体制を高める必要がある。回りくどいことを。お前はただ彼女の苦しむ姿が見たくないだけだろう。彼女が今後の実験に耐えられるとは限らん。だがミームウイルスによる認知干渉を行えば彼女の精神を安定させられる。実験も順調に進むじゃろう。わかった。だが個人的な感情は捨てた方がいい。お前がサンゴを野放しにしているから研究モンキーたちが不満を垂れている。彼女はたった2システム時間で改造倉庫のパスワードを解除した。ゴリラのように檻に閉じ込めておくわけにもいかんじゃろう。マスター、悩む必要はない。ただの身体的苦痛ごときで拙者の忍びソウルをくじくことなどできないのだから。Evil ninja Osiris sorcery beguiles the masses. All right. Now I shall break this cursed seal on you. Rapper Vengeance is the magical vessel made of ninja tech. Again, this seems very artificial. 74%意識アンカーポイントロックオン。まもなくミームの焼き付けが始まる。ランハ、準備は良いか。忍者がお主に施した邪術がついに解かれるぞ。時間だ、早く離れよう。さもなければ我らも影響を受けてしまう。見える。陰界にこれほど立派な都があったとは。よかった、うまくいったようじゃな。そういえばなぜ忍者なんだ？銀河忍法庁。それは一体？弱き者を守るため、零落した忍びの都を救うため、正義の忍教が世の忍者を狩るという内容の漫画じゃ。巡回レンジャーを避けるために研究所を閉鎖してからというもの、わしの集めた漫画が彼女の唯一の娯楽じゃった。なるほど。三号の言動がおかしい理由はそれか。はあ、彼女に無駄な知識を与えないよう注意した方がいい。知恵の道は一つしかない。それ以外の道を歩んだところで進歩の妨げになるだけだ。特に必要がないのは凡庸な善悪感だな。巡回レンジャーがもたらすトラブルにはもう懲りたんじゃないのか。そのように視野が狭くては一生博士の目を引くことはできないだろうな。どうじゃろうな。そもそも博士はわしらのような凡人のことなど気にしておるのじゃろうか。Oh. Vanquisher and Dazzle. サンゴをホモハビリス22に引き渡す？なぜじゃ？決まっているだろう。お前は卒業できないからだ。ホモハビリス22の報告によれば、お前は実験を間違った方向に導こうとしているそうだな。待て、彼女に直接話を聞きたい。第17研究室の代表として皆さんに私どもの理念を伝えることができて光栄です。皆さんが目にしたように、今の宇宙は捨てられた一箱のバナナのようです。腐っていく世界を救うために人類は退化しなければなりません。
退化してさらに退化する。そうすることで文明に再び無限の可能性を与え、知恵の栄光を取り戻すのです。こうした偉業は凡人の夢を薪にしなければなりませんが、世間の厳しい叱責を恐れることはありません。薪になれることは幸せなのです。朽木は燃えている時にこそその進化を発揮するのですから。人も物もそれぞれの役割を果たすべきなのです。皆さん、実験中の猿たちにこの幸せを理解してもらい、彼らと共に幸福の中で燃えましょう。燃えろ燃えろ燃えろ。ホモハビリスニーニー、これは一体どういうことじゃ。私はすでに卒業した。これからは猿ニーニーと呼ぶがいい。なぜという顔をしているな。あれは人類退化実験で選別した遺伝子を使い、研究所が全力を挙げて培養した新人類だ。しかしお前は彼女を狂人にした。故に研究モンキーは今後は私に飼育を主導させることを決めたのだ。誰が主導するかはどうでもいい。だが実験を続けてはならん。彼女が壊れてしまう。それなら心配するな。すでに4号を培養している。何か問題が起きた時は新しいものを補充すればいい。彼女は小さな頃からわしが育て上げた子じゃぞ。お主には道徳心というものがないのか。道徳？私に道徳を説くつもりか。バッカス2の道徳は全ての家庭の次男をナヌークの供物にすること。天魔星間公国の道徳は二足歩行の生物が四足歩行の生物の奴隷になること。そしてカパカラ星では青い目を持つ者が外に出ないことが道徳とされていた。道徳は人々の知性を縛り、それらの世界に終わりをもたらした。故に原始博士はその3つの世界を人類退化実験のターゲットにしたのだ。我らの犠牲は凡俗な者のためではなく、人類に幸福を与え、宇宙を進化させ、博士を満足させる未来のためにあるのだ。あ、oh boy. Hello. 愛戴監修。なぜ銀河忍法帳を破いているのだ。認知の隔離はミームウイルスを消滅させるための第一歩だからだ。お前の天才にも匹敵するほどの知能はこのゴミによって破壊された。わかったなら自分の手で破り捨てろ。これは両乱人侠の秘宝。そんなことできるはずがないだろう。変だな。お前はずっと従順だったではないか。ホモハビリス7号の言うことは聞いていたのに、なぜ私の言うことは聞けない。硬い筋肉だな。まるで岩を叩いたようだ。空手。なぜ空手を。早くこのゴミを破り捨てろ。お前がうまくやれば私とホモハビリス7号は恩恵を受けられる。あいつを失望させたくはないだろう。マスター区長、分かったぞ。これはきっとマスター区長の試練だ。拙者の忍び断捨離の心を試そうとしているのだな。Ninja Hearts Disturb, Escape from the Evil Stronghold! I die, Kanshi to Master Kucha. Homo Habilis Nini, Kanojo Shobun Sir Kotawa Yurusan.
三号も失敗作だった。彼女は収容室に押し入り、混乱を引き起こした挙句、研究モンキーに対して無礼な態度を取った。これだけでも十分不合格の理由になる。あれはただの事故であったとお主も分かっておるだろう。私は研究モンキーであってバナシではない。あんな風に彼女を育てたのはお前だ。研究室もその責任を追及するだろうな。この Oh boy. マスター区長、拙者は間違っていたのだろうか。そんなことはない、ランハ。お主はよくやっておる。真の任侠はひたすらに己の忍道を貫くものじゃ。お主は忍者の陰謀をくじき、罪なき人々を救った。すでに真の忍びと言えよう。拙者は本当に真の忍者になれたのだろうか。ああ、もちろんだとも。忍と乱派よ。弟子入りして早五年、お主は苦行に耐え、試練を乗り越え、あらゆる忍法に精通するまでに至った。今日ここに両乱忍者の名を与えよう。これからお主は忍者を討伐する先兵となり、忍びの都を牽引していくのじゃ。ありがたき幸せ、心より感謝する、マスター区長。この巻物を持っていけ。これには両乱忍法の奥義が記されておる。その奥義は邪推が恐れる異彩を放ち、忍者の陣をことごとく破ることができるのじゃ。これを忍びの都に振りまき、インクの色彩ではびこる闇を払い、罪と悪に抗う旗を掲げよ。しかし何を書けば。それはわしにもわからん。お主はただ心の中に思い描く絵を表現すればいい。それがお主だけの忍法となるのじゃ。つまり何を描くかはお主自身が決めなければならん。わかった。Alright, above Ninja Talisman, Arcana reside to grasp the truth within flows of ink. ここが神の目がある場所か。マスターによれば、両乱忍法は忍者の神を遮断することができるらしいが、蜜汁を注いだ一切で神の目の蜜汁を覆う。なんと奇妙な忍びサイエンスだろうか。両乱忍婦、開！よし、これで忍者の陣は破られた。ホモハビリス7号、これはどういうことだ。研究所が電子落書きまみれてセキュリティシステムもダウンしているではないか。わからんが、おそらくハッカーにでも侵入されたのじゃろう。すぐに対処する。急げ！すぐに手を打たなければレンジャーが来るぞ。Hey, Mans, what's up? Master Akuchan, 両乱忍婦の配置は終わったぞ。よくやった、両乱忍者。これで忍者の陣はわしらの通信忍術を制限できなくなった。おい、レンジャー。このバカバカしい茶番を早く終わらせてくれ。やめろ！ホモハビリス7号、何をしている？ Oh, he planned all this. ホモハビリス22。Nice. 実験対象を騙し、学術仲間を騙し、挙句研究モンキーまで騙すとは。
第17研究室の最大の過ちはお前のような詐欺師を入れてしまったことだ。相対監視、何を言っているのだ。ランハ、彼女は忍者の部下なのじゃよ。何だと、相対監視が裏切り者。もういい、戦闘モンキーども、こいつらを始末しろ。 Alright Fight me。 今日の試練は裏切り者を倒すことに変更じゃ。承知。先ほど習得した両乱忍法、今ここでマスターにお見せしよう。燃やし尽く。生きるために。アドリブで。根は戻る。いずれ風に吹き落とされる。燃やし尽く。この戦闘モンキーたちは研究モンキーが手塩にかけて育て上げた戦士。日夜苦行に励んだ甲斐があったというもの。これが両乱空手だ。見ろ、これがお主らの言う失敗作じゃ。この実験はわしらが共に行ったもの。わしらがランハをここまで育て上げた。彼女は卓越した知性、優れた知覚、強大な力を持っておる。教えてほしいものじゃの。彼女のどこが失敗作なのか。博士の理論を疑うなど言語道断。研究モンキーたちにはきっと彼らなりの考えがあるのだ。もうすぐセキュリティシステムが復旧する。原始博士の怒りを受けるがいい。身の程をわきまえない巻きどもめ。お主は間違っておる。原始博士はわしらのような凡人など気にかけん。ランハ、試練は終わった。行くがいい。しかしマスタークちゃん。ランハ、行け。わかった。お前、武器を隠していたのか。一体何を。ホモハビリスニーニー、お主のおかげでわしは気づくことができた。道徳は確かに偽善的で浅はかなものであると。故にわしは道徳を捨てることにした。待て、銃を下ろせ。私たちはずっと共に歩んできた仲間ではないか。そんなことをすれば。相対監修、時勢の句を読むがいい。よ、これは因果応報である。警告、 C11 通路に非承認人員が出現。保安モンキーは防御システムを起動してください。忍者はここに陣を敷くつもりだ。マスターに渡された忍びサイエンスで間もなく到着する忍教のために道を切り開こう。警告、C11 通路の防衛システムに保証の疑いあり。Always forward. Still have doubts. 通路の防衛システムに大規模障害発生。By the way, the ninja is of my will. Whether an end exists, and what comes after the end. Path ahead lies in shadow, and all things taste of bitter... What? Bitter tea lingers.
lost and bewildered. My will is tested, unwavering, no room for hesitation. Shinobi no miyako no sato no kuuki wa konna nioi datta no ka? Oi, daijoubu ka? Hajimete miru kao da na. Onushi wa?巡回レンジャーだ。救援信号をキャッチした。原始博士一派の縄張りを突き止めるのはジャングルでたった一本のバナナを見つけるより難しい。 Ninja slang。 任侠では、拙者の試練は終わったということか。試練？何を言ったこと。ああ、また猿に狂わされたかわいそうなガキか。最終試練、末法の日にお猿屋の陣を破り、この地を覆う災厄を退けることだ。拙者は任侠を名乗れるだろうか。マジか、全部お前一人でやったのか。10年に及ぶ苦行の末、Damn！ 一夜にして称号を得ることになるとは。拙者は両乱忍法を無駄にはしなかった。Damn, she slaughtered all of them. Holy shit. なるほどな。このガキはミームウイルスに感染してんのか。普通の人間ならとっになってんのに、なんでこいつはこんなに元気なんだ。私の話を聞け。今のお前は危険な状態にある。早く治療を受けないと脳みそが爆発するぞ。待ってくれ。拙者も今や忍者に対抗できる人気を。お主の助立ちをさせてはもらえないだろうか。ふざけやがって。死んだら復讐はできない。ガキ、お前は遵守の道を歩みたいのか。一旦足を踏み入れたら後戻りはできないぞ。構わない。拙者は止まることなく全ての悪を払ってみせる。たとえ矢が鶴にかかり永遠に戻らないとしても、一心不乱に邪道を破り正道を示す人道を貫く者だけが人侠になれる。拙者はもう決めたのだ。 Damn! Woo! She had a rough childhood. Slaughtered all of them. Holy shit! Cut! 素晴らしい。実に素晴らしい。ビッグスター君、君はいつか私のような偉大な監督になるだろう。この記憶なら、より強烈な印象を与えるクライマックスを演出できる。だがその前に、あちら側もクライマックスのための前奏曲を奏でる準備ができたようだ。ここに。Boot Hill! Camera shifts to a new scene, unveiling the story of another group of actors.Sure is. We got Boot Hill, we got March, we got Robin. 大丈夫。もう問題ないわ。おお、そいつはよかった。ただ何度も言ってるが、俺の頭が平気かどうか確かめる必要はねえ。だって、あんたが悪いことした理由を考えないと、精神状態がおかしかったっていうのは理由になるかな。え？どういう意味だ？そんなに悲観的になる必要はないわ。それにしても敵の本当の目的がドリームリーフだったなんて。二人がバナーネブで体験したことが何よりの証拠ね。あなたたちのおかげで陰謀は一時的にだけれど阻止できた。だが状況は依然として厳しいものだ。すまない、実は悪い知らせがあるんだ。いい知らせもあるよね。残念だがいい知らせはないな。そっか、じゃあ最悪の知らせがないだけマシって思うことにする。変化は今も続いている。ドリームリーフの猿の数がどんどん増えてるんだ。あの猿は十中八九ここに住んでいた人たちだろう。
私が感じ取った通りね。ドリームリーフを覆う雑音はまだ消えていないわ。ああ、誘惑と言うべきか、誘導と言うべきか。あの雑音は人々の心の隙間に入り込んだ。信用できるハウンドにバナシスタントを見つけ次第排除するよう頼んだのだけど、焼け石に水かもしれないわね。ミカさん、ここにいるメンバーの中でドリームリーフに一番詳しいのはあなたよ。何か案はないかしら。時間がないから単刀直入に言わせてもらう。ドリームリーフではバナシスタントたちが密かに活動を続けている。猿になっていない住民を見つけては深淵に引きずり込んでいるんだ。二人が手を貸してくれればきっともっと時間が稼げるだろう。そしてロビンさん、あんたこそこの危機を乗り越えるためのキーパーソンになるかもしれない。だがあんたに助けを求めるということは、最悪ドリームリーフとファミリーの境界線がなくなってしまうことを意味する。この先のドリームリーフがどうなるのか、正直確かなビジョンが欲しい。なるほど、分かったわ。それじゃあブートヒルさんとミツキさんは行動を開始してちょうだい。二人の行動が終わる前にこちらも決断を下すわ。All right. Robots, kill them. Montana, wait. 気をつけて。進行。すべてが燃え尽きるまで。生きるために。アドリブで。引き金を引かねえなら。コラボスタート。いずれ風に吹き落とされる。燃やしつく。 All right, dead. みつきさん、よかった。モンタナはまだ変化してないんだね。ほら、あいつらって全然。Oh, well. There she goes. She doesn't listen! ちょっと、まだ話は終わってないんだけど。モンタナを放っておくわけには。ブートヒル、後で合流しよう。あ、別に逃げるわけじゃないからね。言われなくてもあんたが逃げるなんて思ってねえよ、七し人のジョーちゃん。はい。Monkeys are beat up. Appears that someone is already one step ahead. Who would that be? However, whether the hunt will just restore the residents' normalcy remains an uncertain question. I wonder who beat these guys up. Couldn't have been March, could it?猿以外の演者に会えるとは嬉しい限りだ。そうでなければこのシーンがあまりにも単調になってしまう。この登場の仕方は少しわざとらしい気もするが、時間は有限だからな。オープニングくらい少しわざとらしくしてもいいだろう。あんた、ロビンの仲間か？いや、ちげえな。メモキーパーか。おや、なかなか鋭いではないか。だが私の身分などどうでもいい。こうして君たちの前に現れたのは、映画の美学に対するこだわりからに過ぎない。ホーリーベイビー、何言ってやがる。ここから離れろって忠告してやろうかと思ったが、意味不明なことを言うやつは別に猿になっても構わねえ。静かになっていいからね。何の伏線もなかった私の登場は
君にとっていささか唐突なものだったろう。普段であればこのような雑なプロットを受け入れることはないのだが、この映画のために私はこだわりを捨て、二人のレンジャーに小さな手がかりを与えることにしたのだ。ああ、ランハに言われてきたのか。道理であいつみてえな回りくどい喋り方をするわけだ。ドリームリーフを救う手段が一つある。ファミリーが介入すればここの異変を解決するのは決して難しいことではない。だがこれは誰もが受け入れられる方法ではないだろう。あんたここの連中のことを見くびってるな。ここにいる奴らが外の美しい夢を捨てたのは自分を取り戻そうとしたからだ。そんな奴らがトラブルごときでファミリーに頭を下げると思うか。ミカ君もそう思っていたようだが、情熱だけでドリームリーフは救えない。今この瞬間私は悲劇を取りたいとは思っていないのだ。この困難を乗り越えたい。だがファミリーの支援は受けたくないとくれば、ドリームリーフの人々は自分たちだけの調和の歌を歌うしかない。その歌のために私は来たのだよ。諸君には贈り物を用意した。次のシーンの大筋をな。時が来ればおのずと何のことかわかるだろう。何を根拠にあんたの話を信じろってんだ。この映画の中で私は監督であり演者でもある。自分がクランクアップする直前のシーンで完璧を追求しないわけがないだろう。 Alright, sure. What do we get? Big old package? あのキューティーが小細工してねえわけがねえよな。そんじゃ、何が入ってんのか見てみようじゃねえか。As many speculations...He also believes that no matter what he sees, he can maintain his usual contempt and mock the other for his trickery. But right after doing that... What? What is it? That cutie, 大したもんだぜ。ドリームリーフの奴らに調和の歌を歌わせるには確かにこれよりいい方法はねえ。さてそろそろビッグスターに会いに行かねえとな。ホーリーベイビー。 What was it? You can keep me in the dark? What the fuck? 必要なほど落ちぶれちゃいねえ。 Okay, cool. Not gonna tell what it is? I see how it is. Okay.I see how it is. Oh, there's more fucking birds here too? Oh no, that's a different bird. I was about to say, I got all the birds here. How are there more birds? Alright. Hello, you two. Wakatta wa, Mika-san.私も最善を尽くしてみる。I don't like that look on her face. 待て待て、今何の話してたんだ。あ、ブートヒルさん、外の状況は。ええ、ひでえもんだったぜ。ああいう光景は何度も見てきたが、やっぱ気分のいいもんじゃねえな。他に方法はないのか。なんだ兄弟、まさか。俺もファミリーへの挨拶の仕方を覚えなきゃなんねえのか。その逆だ。ドリームリーフでそんなことは絶対に起こらない。所詮俺はただの守護者でドリームリーフのリーダーじゃないからな。住民たちの選択をどうこうする権利はないんだ。選択？あんた連中が自分から望んで猿になったと思ってんのか。いや、自分のあり方を追い求めてここに来た人たちが
自我を消して幸せになることを望んでいるとはとてもじゃないが考えられない。仮に住民たちが自分の意思で破滅に向かうのならそれを止めるつもりはない。だがそれは彼らが正しい選択を下せる状態にあることが前提になる。そう来なくっちゃな。もし本当に猿になることを望んでいるならそれも一つの選択だ。その意思を否定したりはしない。ただロビンさんなら彼らに再び正しい選択をする機会を与えることができると思うんだ。ファミリーに気づかれないようにこの危機を打開する方法は確かにあるわ。調和の調律は雑音を消すことができる。住民たちが私に合わせて歌ってくれればドリームリーフに鳴り響いている邪悪な曲を打ち消せるかもしれない。ただ一部の人たちのファミリーに対する先入観を考えると簡単なことではないわね。さらに重要なのはドリームリーフにファミリーの声だけが残った場合だな。この困難を乗り越えられたとしてもピノコニー最後の自由の地はその名だけを残して滅んでしまうだろう。それなら全部の音を一気に鳴らせばいいじゃねえか。聞け、俺にいい案がある。ついてこいビッグスター。こっからはあんたが道を踏み外せるかどうかにかかってんぜ。Alright, two arrived before the open air stage in Dreamflex Reef. Miro, Big Star. Dream Reef で合唱大会を開くにはこの方法しかねえ。これは詳しい説明はするまでもねえだろ。それともいつもお高く止まってるあんたにはこんなもん使いこなせねえか。そんなことない。音楽に関することなら何だって多少はできるわ。正直これは少し無茶な要求だと思うけれど、でも無茶苦茶な危機には無茶苦茶な方法で立ち向かうべきなのかもしれないわね。それでいい。必要な奴らは俺が絶対見つけてきてやっからよ。ダンスで世界を救ったやつもいれば、泣いただけで相手を倒したやつもいる。今度は俺らの番だ。地球存亡の時、一緒にド派手なパーティーを開こうぜ。Okay, I don't know what he's planning, but maybe we'll get another Robin song? That guy's throwing up rainbows.Hey, mans. Oi! Bot to sit by Janezo! Ima to the party at the end. Soto Hajigir yesterday. Kumi nigga! Hanashua Mika から聞いてる。Family の harmony に加われ? クソくらいだ。俺の喋り方を真似てんのか? そっちがその気なら俺にも考えがある。バカバカしいと思う気持ちもわかるが、とにかく言ってみろ。パーティーであんたらの縄張りを取り戻すか、自分たちのためにレクイエムでも演奏してもらえ。お前チンピラを見るのは初めてか。俺はミカとは違え、マジで打たれないと思ってんならその考えを改めた方がいいぜ。どういうことだ。猿になってない奴の王が狂ってやがる。お前の言う通りにする。だから銃を下ろせ。 Well, he has definitely a way to persuade people, that's for sure. Huh! Just point a gun at everybody. God, there's monkeys everywhere. ああ、俺は忠告してるわけでも上から目線でアドバイスしているわけでもない。ただみんなが思いつかなかった選択肢を提示したいんだ。
自分を救うかどうかは自分たちで好きに決めればいい。順調そうだね。邪魔すんのはやめとくか。はい、よう、兄ちゃん震えてんじゃねえか。まだ飲み足りねえのか。おい、そこのカウボーイ、人を冷やかす暇があるなら手を貸してくれ。お、ちょうどいいな。俺も手を貸そうと思ってきたんだ。今から言う場所に行ってみろ。面白いもんが見れるぜ。これは俺の持論だが、人間ってのは賢くある必要はねえんだ。ダンスホールで一曲踊ってる間に問題が解決してたなんてこともあるからな。カウボーイ、あの時の、まさかロビンさん。みんなついてきて。彼の言うことは信じられるわ。モネラ、急にどうしたんだ。まあいいか、狂っちまったのはお前だけじゃない。どうせなら言われた場所に行ってみよう。Alright, well, we're getting close to time, so I think I'm gonna wrap it up here. Wait, was that cut always there? I don't remember that always being there. Maybe that happened, that didn't happen when all the monkeys were in there. Huh. But anyway, I'm gonna wrap it up here. When we come back, we'll go find March, round up anyone who's left, and maybe we'll get another Robin performance? I swear to God, if it's a rap, I'm gonna lose my fucking mind. But yeah, I hope you enjoyed it, and I will see you then. Later. Hello?